こんにちは、寺田真由子です。こんにちは、熊津町の鈴木康友です。厳しい寒さが続き、本格的な冬の到来を感じますね。今日は初めに、先日市が発表した緊急経済対策についてお話を伺います。世界各地に影響をもたらしている今回の金融不安は、浜松の地域経済、そして市民生活にも影響を与えているわけですが、それに対する市の取り組み、非常に早かったですね。そうですね、本当に今回のこの世界的な景気後退、あるいは急速な円高というのは、本当に日本全国各地にですね、大きな影響を与えています。はい、で浜松市もですね、ご承知の通り輸送機器を中心に、輸出作業が大変に盛んな地域なので、大きな今打撃を受けています。はい、そこで浜松市といたしましても、緊急経済対策本部を設置をいたしまして、さまざま今対策に乗り出しているところでございます。例えばですね、中小企業などに対する支援としては、金融に対するですね、支援として、100億円のですね、新しい制度融資の枠組みをですね、創設をいたしました。そして、相談窓口なども充実をさせております。農業者などへのですね、支援も今行っているところであります。また公共事業の弾力的運用による取り組みといたしましては、建設関連事業者の受注環境改善でありますとか、公共工事等の前倒し発注による経済活性化を行っております。市民生活に対する支援、特にですね、外国人市民の方に対する影響が非常に大きいものですから、浜松外国人総合相談コーナーへの協力連携などを行っております。今後もですね、できる対策はどんどんやっていきたいというふうに思っています。はい、地域経済の一刻も早い回復が望まれますね。さて、そんな厳しい状況にはありますが、はい、平成20年は明るい話題もたくさんありました。ここからは市長とともに平成20年の出来事を振り返っていきたいと思います。まず、平成20年は日博交流100周年ということで、話題も豊富だったように感じますが、いかがでしょうか。はい、日本人の移民の方がですね、ブラジルへ行ってからですね、100年ということで、いろんなですね、事業が行われました。はい、浜松でもですね、いろんな記念事業が行われた年でした。まずは5月の浜松祭りにおきまして、3日に記念のたこ揚げを行いまして、夕方からはですね、サンバパレードを行いました。はい、そして6月にはですね、ブラジルのリオデジャネイロとサンパウロで浜松のたこ揚げを行いました。両日とも風がなくて、たこ揚げにはあまりいい天候ではありませんでしたけれども、地元のですね、ブラジルの皆さんが大変協力をしていただきまして、見事にブラジルの空に浜松のタコを揚げることができました。現地の皆さんもですね、大変喜んでいただきまして、はい、素晴らしい交流ができたというふうに思います。そうですね。また日本とブラジル100周年というですね、はい、この記念すべき年に浜松に新しいですね、ブラジルの総領事館が設置をされるということが表明をされました。はい、これから、このブラジル政府の新しい出先機関が浜松に設置をされるということですので、今後もですね、多文化共生に向けた取り組みをですね、ブラジル政府とともにですね、一生懸命行っていきたいと思います。はい、ブラジル総領事館が置かれることで、浜松は今後ますます重要な役割を果たしていくことになりますね。そうですね。さて、鈴木市長といえば、子ども第一主義が代名詞にもなっていますが、特に印象深い取り組みというと何でしょうか。そうですね、教育の分野ではですね、まず浜松は今、学校の規模の適正化、これは子どもたちの教育環境改善をするために行っているわけでございますけれども、平成20年は立山中学校が3月に閉校し、4月から光が丘中学校へ統合をされました。はい、また南小学校と赤砂小学校が統合され、新たに双葉小学校が開校いたしました。はい、また5月にはですね、市内の幼稚園や小中学校の教師の皆さんの能力の向上のために、浜松教師塾の第1回目を開催いたしました。はい、これは全国でも珍しい教師の皆さんですね、スキルアップを図るための塾でございまして、指導役のベテラン教師の方からですね、生徒役の
お塾生である先生方にですね、1年間にわたり研修をしていただく、まあ、こういう塾であります、はい、それから6月にはですね、浜松保健所の隣に浜松市発達相談支援センタールピロを開所いたしました、はい、このルピロでは発達障害の早期発見、早期療育を目指し、発達障害のある人やその家族をサポートをいたしております、はい、本当に様々な取り組みが行われているんですね。はい。そして政令指定都市2年目を迎えて、各都市との交流も活発に行われまして、世界規模の会議というのも開かれましたよね。はい。まず5月の12日にはですね、全国17のですね、政令指定都市の市長などが集まる指定都市市長会議がアクトシティ浜松で開催をされました、はい、会議の最後には多文化共生社会の実現に向けた指定都市アピールというものが採択をされました、はい、そして6月の1日から8日の期間でですね、第26回宇宙技術及び科学の国際シンポジウム、通称 ISTS というふうに呼んでいるものですけれども、これが開催をされました、はい、これは世界最大規模の国際宇宙学会でございまして、宇宙に関する工学、医学、法律などの専門家およそ1000人がですね、世界中からこの浜松に集まってまいりました。期間中には展示会や講演会、出前授業なども行われ、宇宙を身近に感じていただけるイベントとなったというふうに思います。子どもたちも本当に大いに興味を持ってくれたようですね。そうですね、今までの ISTS の中で最も盛り上がった大会だったというふうに、関係者の皆様からもですね、高く評価をいただきました。はい。日本全国に浜松市をアピールするいい機会になりましたよね。はい。環境面でもいろいろな取り組み、また嬉しいニュースがありましたね。はい。環境省が選定をいたしました、平成の名水百選に県立区にあります愛宕川が選ばれるという、嬉しい出来事がございました、はい、また7月には水環境を守るため川や湖を守る条例を制定をいたしました、そして、市内事業者、市の消費者団体連絡会による調印が行われまして、10月1日から市内のスーパーなどでレジ袋の無料配布が中止となりました。地震後のですね、平成20年10月1ヶ月間のマイバッグ、マイバスケット持参率は 81.6% にも、また11月に発表されました平成19年度公共用水域の水質測定結果では、サナルコが平成13年度以降6年連続していた COD 濃度での全国の故障ワースト1、これ大変不名誉な記録だったわけですけれども、はい、これをですね、脱却をいたしまして、関係者一同大変ホッとした次第です。まず綺麗な湖になってほしいですよ ね、 そうですね。これからも故障のですね、水質改善に向けて努力をしていきたいと思います、はい、これからも市民一人一人がエコへの意識を高く持って取り組んでいきたいですよね、はい。さあ、そしてスポーツの分野でも嬉しいニュースが続きました。はい、そうですね。9月に開催をされました北京パラリンピックで、浜松市在住の3選手、川合淳一さんと鈴木孝幸さんと山本敦さんがそれぞれメダルを獲得いたしました、はい、その栄誉を称えまして浜松市スポーツ特別賞を設けまして、その表彰を行いました。はい、改めておめでとうございます。ありがとうございました。ということですね。それから平成20年からですね、プロバスケットボールリーグの DJ リーグに参加をしている浜松で初のですね、はい、プロチームとなる浜松東三河フェニックスの初めての試合が10月に行われまして、はい、初戦をですね、勝利で飾ることができました。そうですね、はい、それから11月には浜松市のやらまいか大使であり、また名誉市民でもあります古橋弘之さんが、スポーツ選手として初めてですね、文化勲章を受賞するという大変にですね、嬉しいニュースがございました、はい、これはスポーツ選手としては初めてということで大きな話題にもなったわけでございます、でいよいよですね、21年2月には古橋弘之記念、浜松市水泳場がですね、オープンをいたします、はい、ぜひ多くの皆様にですね、この水泳場をですね、ご利用いただきたいと思います、はい。
これからも楽しみなことが、ね、たくさんありますね。はい、厳しい経済状況の中にも着実に政令指定都市浜松の基盤が築くことができた1年となりましたね。はい、さて最後に鈴木市長から浜松市民の皆さんにメッセージをお願いします。はい、平成20年は浜松が政令指定都市に移行して2年目の年でした。まあ、浜松と市といたしましては、新たな発展に向けた、まあ、基盤作りの都市と、まあ、いう位置づけをいたしまして、さまざまな施策を行ってまいりました。そして私にとりましても就任2年目ということで、マニフェストにも続きまして、まあ、本格的なさまざまな施策の実現に向けて取り組んだ1年でもありました。まあ、それぞれ、少しずつ実績を上げることができたわけですけれども、年の後半になりまして未曽有のですね、経済危機がこの世界そしてこの日本にも訪れてですね、浜松にもですね、大きな影響が出ました。こうした影響をですね、打開をして浜松をですね、しっかりと支えていかなきゃいけないということで、今緊急的なですね、対策にも取り組んでいるところであります。しかしながら、まあ、しばらくはですね、厳しい状況が続くということもしっかりと認識をしていかなければいけませんので、まあ、引き続き行財政改革等をですね、推進をしていく中で必要な財源を捻出をしながらですね、市民の皆様の生活の向上に向けた取り組みをですね、一層しっかりと取り組んでいきたいというふうに思っております。どうぞまたよろしくお願い申し上げます。鈴木市長、お話ありがとうございました。ありがとうございました。